時事ニュース担当愛子です。アメリカ軍のイラン攻撃がとっても危険な状態になりました。イラン革命防衛隊のソレイマニ司令官がアメリカ軍の空爆によって殺害された事件を受けて、イランが報復を行うと表明したのです。国営イラン放送は1月3日に放送で、ソレイマニ氏は我々の心の中で生き続ける、米国に反撃すると言及し、穏健派のロウハニ大統領もイランは必ず復讐を行うというような声明を発表。アメリカに何らかの反撃を行うとして事実上の敵対宣言を行いました。一方でアメリカも警戒態勢を最高レベルに引き上げると同時に、イラク国内のアメリカ国民に対し直ちに国外に退避するようにと注意喚起情報を出しています。 NHK によると、アメリカ大使館は航空便で退避するのが望ましいが、それが無理ならば陸路でも他の国に出るべきだと呼びかけているのです。さらに現在進行形でイラク周囲に滞在している米国人に注意を促しているとのことです。本当にホルムズ海峡封鎖や戦争状態になってしまうんでしょうか。愛子でした。